始まりました、姫のふわふわゲーム、わーい。ということで今日はピンクのいつもの可愛いお洋服を着てみました。ちょっとね、この撮影、YouTube 撮る前に前髪さん切ったら、ちょっとカタカタなっちゃってる。後でまた整えますので、ここは、どうかスルーしてください。ということで、この動画は、皆様へのご報告動画となります。今日から9月1日がスタート、8月が昨日で終わっちゃいました。8月も、まっちゃくんが体調崩したりして、いろいろあったんだけど、やっぱり9月から新規一点、また沢の姫は SNS に力を入れていくということで、なんと、この姫のふわふわルームの YouTube チャンネルを、おたさの姫チャンネルに変更して、力を入れて頑張っていきたいと思いまーす。という皆様へのご報告動画になります。そしたら姫のふわふわルームはなくなっちゃうのっていう心配をしてくれる方もいますか？大丈夫です。このおたさの姫チャンネルになっても、姫のふわふわルームっていう動画は、こうちゃんと今までも定期的に上げられてなかったけど、どこかのタイミングでポッポッポッと上げていくので、そちらも見ていただけるととっても嬉しいです。こんな感じになる予定です。本当は、動画自体は他にも何本か撮ってはいるんだけど、姫がなかなか編集苦手さんというのがあって、アップできてないので、ちょっと時系列がおかしいよっていう動画が上がるかもしれないんですが、それも優しい気持ちで見ていただけると嬉しいです。そう、モムくんも、姫も、そんなに SNS はが得意な方じゃないんだけど、SNS 1年生として、もう初心の気持ち、赤ちゃんになった気持ちでこれから成長していくよーって感じで頑張りたいと思いまーす。わー、だからこの姫が一人でやってたこのチャンネルにモブくんが加入してくれて、もっと彩りを増すということで、おたさの姫はステップアップしていきたいと思いまーす。わー、モブくんと3人で、こう企画をやってみたり、あとはネタ動画を上げてみたり、あとなんだろう。3人で本当に純粋にどこかお出かけに行ったりとか、そういう楽しい動画を撮れればなと思います。あとは、姫は、アップはできてないんだけど、TikTok をちょっと前に始めました。で、モーブくんが先日 TikTok のアカウントを開設したみたいなんです。姫はもうフォローしたんだけど、そこに3人で、こう、楽しくバズりたいっていう感じを表にパーンと出すので、皆さんもぜひ見ていただけるとすっごく嬉しいです。なので、モーブくんの Twitter、Instagram、TikTok のフォローをお願いしまーす。姫は自分の SNS も広めたいけど、モブくんの特に公式の方はパーンと上げたいので、そう、阿部光仙くんとまつもとまっちゃくんは、すごく SNS、姫より詳しいから、姫より上手にやってくれると思うので、そちらもチェックしてもらえると、姫が喜びまーす。あとは何かあるかなー。そうだ。先日、昨日発表された合唱の歌うま芸人メンバーにも姫を入れていただけたみたいなので、またこちらも練習を頑張っていきたいと思います。何か、出演情報だったり、ライブ情報だったりあれば、
X だったり、インスタのストーリーだったり、載せていきます。あ、インスタ全然投稿できてなかった。うん。でも、9月から新規一転、夏も終わりに近づいておりますが、これ、ん?違う。さらにスキルアップをしていって、可愛いな旋風を巻き起こしたいと思うので、これからもチェックをお願いします。姫のふわふわルームもたくさん更新できるように頑張ります。それでは、バイバーイ。バイバーイ。